リチャード・ロワー,ー、リチャード・ロワー,ーは、イギリスの医師である、輸血の先駆的な実験で知られる、コーンウォールのストリート・トゥーィに生まれた、ウェストミンスター・スクール、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学んだ。王立協会の設立者の一人で、医学者のトーマス・ウィリスの下で医学を学び1655年に、MD を取得した。ウィリスの下で神経の研究を行う一方、 オックスフォードに作られた実験哲学クラブと称する集まりで循環器系の研究をはじめ、動脈血と静脈血の違いを観察した。1665年から犬から犬への輸血の実験をはじめ、1666年2月、失血させた犬の静脈に別の犬の動脈をつないで輸血を行い、回復させることに成功した。1667年に、 フランスのジャンバティスト・デニが人間に羊の血を輸血した結果、王立教会のフィロソフィカル・トランザクションズに発表したのを受けて、1967年11月23日に、ローアーとエドモンド・キングは、元牧師のアーサー・コガに数百 cc の羊の血を輸血した。コガには悪影響を受けることなく生存した。1667年に王立教会フェローに選出されたが、 1675年に会費の延滞により除名された。ありがとうございます。